疲れ様です。ポンです。本日、2本目の動画になります。今日の話は、昨日おとついとした、コルシー一家の、コウちゃんの番外編を喋りたいと思います。このコウちゃんはね、まっちゃんの血の繋がったおじさんなんですけども、またね、まっちゃんと違うね、空気の読めない人なんですよ。もう全く、空気が読めないんですよ。このこうちゃんはね。それでね、関東のある組織の人だと、ちょっとトラブルになった件が片付いて、自分も帰ろうと思ったんですよ。そしたら、まっちゃんの話になったんですよ。で、元気にしてるんかと。まあ、ちょい聞いてたからね、まっちゃんその時に。で、元気にしてるんじゃないですかと。まあ、その当時、手紙のやり取りとか、できなかったんですよ。家族しかね。で、まあ自分はそういう風に聞いてますよと、元気にしてるって聞いてますよっていうことを言ったんですよ。そしたら、まっちゃんの子供に会いに行くってなったんですよ。たまには小遣いでもやろうかな思ってると。だから一緒に行ってくれやと。まあこうちゃんにこういう風に言われたんですよ。自分にしてみたら、もう早くこうちゃんと離れたかったんですよ。もう本音で言ったらね。でも、小遣いをあげるって言ったからね。たとえいくらかでも、まっちゃんの家にお金が入ればいいなと、自分は思ったんですよ。それでもう、いやいやですけど、じゃあ一緒に行きましょうかってなったんですよ。それで、自分の車に3人乗ってきたんですよ。で、自分はまあ、一人その当時いてた若い子に運転させて、で、自分が助手席に乗って3人後ろに乗ってもらったんですよ。それで、まっちゃんの姉に電話をかけたんですよ。今から、こうちゃんが行くとそっちに、家にいてるっていうことを確認するのに電話かけたんですよ。そしたら、まっちゃんの姉が、こうちゃんと一緒に行くっていうことを言ったら、もう発狂してるわけなんですよ。ものすごく嫌がってるんですよ。もう何しに来るんよみたいな感じなんですよ。そしたら、声が漏れるから、電話から。もう聞かれたら何言い出すかわからんからね、こうちゃんが。もうものすごく耳に、もう密着させて漏れないように声を。まあ今、車で一緒やから、まあとりあえず行くわと。そしたらもうなんか自分が悪者みたいな感じになってるんですよ。抹茶の姉からしたら。で、30分ぐらいで抹茶の家に着いたんですよ。で、ピンポーンって押したら、インターホン越しなんですよ。もう姉が開けないんですよ、鍵を。で、こうちゃんが、ちょっと子供の顔見してくれや、と。言って鍵が開いたんですよ。一番下の娘はまだできてなかったんですよ。上二人はいてたんですけどね、まだちっちゃかったんですよ。玄関先まで、姉が子供連れて来てんのに、こうちゃんはもうそのまま家の中に入っていくんですよ。自分の家のように。そしたら姉がもう自分にももう入ってよと。家の中に一緒に入ってよと。出て行ってくれとも言われへんから。それで自分が入って、あと二人の人も入って、子供をちょっと相手してね、こうちゃんが。おお、かわいいのとか言って、まあ相手してましたよ。で、飯食えてるんかと。まっちゃんの姉にまあ、こうちゃんが聞いたんですよ。まっちゃんの姉は、まあなんとか、食べていってますと。まあそういうありきたりの返事をしたわけなんですよ。そしたらこうちゃんが、さっき、その関東のある組織の人から取り上げた100万円。それを胸ポケットから封筒を出したんですよ、100万円の。で、自分も、お、100万円渡すんかと。かっこええなと思ったんですよ。そしたらそっから2万円抜いて、1万円ずつ。子供にあげたんですよ。で、2万円だけかいと。嘘でも10万円置けよと。まあ自分は思ってたんですけど。でもその間もずっとね、まっちゃんの姉は自分を睨みつけるんですよ。連れてきやがって、みたいな、ね、顔して。で、そうこうしてたら、こうちゃんが横に投げ出したんですよ。まっちゃんの家で。で、ちょっと寝るわと。お前らもちょっと横になって寝ろやと。もういかにも自分の家なんですよ、もう、こうちゃんは。こうちゃんの若い衆なのか何かわからん二人ね。その二人も横になって寝だすんですよ。お前らも寝るんかいと。どんな神経しとんねんって、まあ自分は思ってたんですよ。でもその間もずっとまっちゃんの姉は自分を睨むんですよ。一時間ぐらいしてまっちゃんの姉が自分の耳元来て、もう早く連れて帰ってよと。もう迷惑やってって言って、まあ言うてきたんですよ。で自分がこうちゃんを起こして、何か買い物行くみたいやから、そろそろ行きましょうかって、まあ言ったんですよ。そしたら普通の人なら、あ、そうかって言って、まあ立ち上がるじゃないですか。
でもこうちゃんはそのまま寝たまま、気にせんでええよって、気をつけて行ってきてって言って、だからほんまに空気が読めないんですよ。なおかつね、俺とんかつ食いたいわって言って、晩ご飯食べる気なんですよ。でお前らもとんかつでええかって言って、その連れてきてる二人に、で、はいと、その人らも普通に返事するんですよ。そしたらその時に、まっちゃんの姉が、あ、今日ねと、ママ友が泊まりに来るんですよと、子供連れて。そしたらこうちゃんは、ほんまかいなと、そのお母さん可愛いかと。で、まっちゃんの姉は、いやー、どうなんですかねと、好みがあるんじゃないですかってこう言ったんですよ。俺の好みやったら、一回、チャレンジしてみていいって、さっきまで寝転んでたのにね、座ってね、一回チャレンジしてみていいって、俺が一回抱いてあげたら俺から離れられへんぞって、そんなこと言うんですよ。でも自分がもうこれはあかんなと、さすがにこれはそろそろ本気で抹茶の姉が切れるわと思ったから、もう行きましょうよと、お客さん来るみたいやしって言ったんですよ。そしたらこうちゃんが、いやいやと、俺今日ここで泊めてもらおう思てんねやと。別にええやろ、つって。いや、それはさすがに友達泊まりに来る言うてるし、それはちょっと迷惑やから、もう行きましょうと。言ったんですよ。だから俺どこで泊まれ言うんや、つって。俺明日も東京で用事あるんや、つって。どこで泊まるんや、つってね。半分切れ出したんですよ。でもめんどくさいおっさんやなと思って。わかりましたわかりましたと。自分の知り合いの名前でホテル取ったら、安くなるから、そこ泊まってくださいと。だほんまかいなと、それポンちゃんはよ言わなかんわと、先にそれ言ってくれとったらこんなとこまで来えへんねんと、しかも2万円まで払ってと。だから子供に1万円ずつ小遣いあげたのは泊まり賃なんですよ、まっちゃんの家の。2万円払ってるからいいやろっていう考えなんですよ、こうちゃんは。だからもうそのホテル行こうかと、嫌がられてるみたいやからちょっとね、嫌味まで言って、で、自分そのホテルまで連れて行ったんですよ。まあまあ、いいホテルなんですよ。自分の知り合いが関係してるホテルね。普通なら、一泊1万5、6千円かかるんですよ。一人ね。でも、5千円で行けるんですよ。その人の名前でホテルを取ったら。で、5千円ですよって言ったんですよ。だから3人で1万5千円ですよと。そしたら、高いなと。そんなもん高いって言って。1000円ぐらいかなと思ってたと。一人。だからまあ、しゃあないと。5000円払うわと。あと、ポンちゃん、頼んどくれ、って言って。で、自分が、誰か関係のない自分が1万円払って、プラス。で、1万5000円にして、ホテル取って。そしたら、晩飯食おうって次になって。さすがにもう、用事かな、時間が間に合いませんと。言ったんですよ。右も左もわからんとこに、置いていかれて、冷たい男やなと。東京に染まってるん違うかと。関西人はそんな人間おれへんと。ポンちゃんちょっと東京で住んで、東京に染まりすぎとん違うかと。がっかりやとかね。そんな嫌味言われて。でもめんどくさいから、ブツ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 言われるからね。東京った若い子に、弁当を買いに行かして。で、弁当渡して。でもこれでいいですかと。もうこれで帰らしてもらってよろしいですかと。言ったら、えらい嫌味な言い方するなと。なんかもうポンちゃんにがっかりしてしまったわ今日は、って自分を使うだけ使ってね、がっかりしてしまうわですよ。もうほんまにあのこうちゃんだけはね、ほんまに大変な人なんですよ、関わったら。それがね、まだいっぱいあるんですよ、あの人に巻き込まれることは。それはまた後日話をしたいと思います。はい、ということで今日は小西一家こうちゃんの番外編を喋ってみました。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。